はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、ではですね、いい感じにこっちの産地も削れるわ、うん。雷が、雷鳴がどこか遠くで轟いたと思った。その、次の瞬間からロシは頭を押さえて苦しみ始め、その数十秒後、彼女は急に意識を失いバタリとその場に倒れます。ロシちゃん、大丈夫？意識がないわ。かと思えば彼女はすぐに目を見開き、くりと立ち上がる。しかしその顔は意識を失う前とは別人のように無表情で、あなたたちが視界に入ってるのかいないのかすらわからないでしょう。これか。ロシちゃん、目の色が。彼女はそんなあなたの言葉に構うことなく周囲をキョロキョロと見渡すと、そうですね、もむろにあなたたちに背を向けて歩き始めます。あれ、ちょ、ロシちゃん、どこ行くの？どうしたの？とりあえず追いかけましょう。そうですね、ちょっと止めないかな。普通の速度で歩いてるだけなので、うん、走ったりはしてないので追いつくことはすぐに追いつけますが、ちょっとどうしますか？引き止めることはできますか？どういう行動します？どうしよう。組を組みつきをいや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 、ダメだ、手が組みつきをご覧見てもいいですけど、彼女の手を、手っていうか腕をこう掴みます、うん。はい、ではくるみじゃロシュの腕を掴む。次の瞬間ロシュから突然突風が吹き荒れる。この場にいる全員は STR15 との対抗ロールを行ってください。 STR15、 風に踏ん張れるかどうかの判定です。皆さん STR いくつですか？14です。14だと1負けてるので 45% の判定になります。さかなクン13ですね。そうですね、13です。13だと 40% ですね。45か、私は成功しろ。ちょっと CCB のやつに40で、いやはい、いやいや緊張感あ、つか45じゃないのか、自分は40ですね。40、ありがとうございます。あ、待って、聞き耳違うわ。まあ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 いいや。はい、では二人とも、いきなりの突風に耐えきれず、吹き飛ばされて地面を転がり、一時3点のダメージを負います。よいしょ。ジリーさん、あ、いた、たたたたた、あ、わでけえ2人ともでか。その上であなたたちは転倒する。起き上がるのには、自分のターンを消費する必要があるでしょう。といったところで転倒開始です。そっちが転倒すんの？ロシはどこか行っていた足を立ち止まり、くるりとあなたたちの方を無感情な目で見つめてくる。戦闘が始まります。私たちすっ転んでるわ。はい、くるみちゃんからですね。はい、ちょっと起き上がります。はい、ではラウンド終了。次、ロシは、特に何かをしている様子はない。ただあなたたちを無感情に見つめている。さかなクン、起き上がります。はい、起き上がりました。これで1ラウンド目終了。2ラウンド目開始時、なんですが、あなたたち2人は、唐突に呼吸がしづらくなる。妙な息苦しさを感じる。根対抗が発生します。コンキュートの対抗ですね。失敗した場合気絶します。コンキュー、それぞれのコンを教えてください。 CON ですね。私のコンは11。自分14です。はい、11だったら2位勝ってるので 60% で判定ができます。
14は5を勝ってるから25上がって 75% で判定ができますね。75成功すれば意識を保つことができます。あれ私いくらと言ったかしら、60、いくつでしたっけ。11よ。くるみちゃん11。11は2勝ってるから 10% 上がるので 60%。 60、えよし、およし、意識を保った。おお、はい、よかったわ。お、はい、じゃあ2人とも意識を保つことができましたが、妙な息苦しさはずっと感じています。うんうん、ではくるみちゃん、とりあえず異様な空気を感じてロシちゃんに組みつきしますわ。はい、どうぞ。えいよし、お成功。ロシは抵抗は行いません。そのまま組みつかれますね。うん、がロシュの手番で、なんか話しかけたりします？話しかけます。ロシちゃんどうしちゃったの？私のお子様ディナー食べるって言ってたじゃない。はい。その言葉に返答はなく、いや、返答はありました。突風という形で。再びロシュを中心に突風が吹き荒れる。今回は近くにいるのはくるみちゃんだけなので、くるみちゃんはもう一回 STR15 との対抗が発生しますね。45だったわね。はい、ダメね。惜しい、1足りない、足りないわ。では再び、ロシュから、遠く吹き飛ばされまして 1D3 点のダメージと転倒ですね。なるほど。ロシちゃん痛いわ、痛いわよ、何するのよ。ちょっと崩れていく、痛え。な、すごいな、ナッツちゃんがドロドロに。ナッツちゃん、ナッツちゃん、そうですね、地面転がってるから多分結構汚れてますね。ナッツちゃん泣いちゃう、そんな。では、さかなくん、もちろん戦闘以外の行動もできますよ。もう以外、なんだろう、あの、目星なん か、うん、観察するみたいな。何を知りたいですか、どこを見たい。そのロシちゃんのその風が どこから出てるのか。なるほど、では目星どうぞ。はい、ロシから吹いている風がどこから出ているのか、その根源がまるで分かりません。まるで何もないところから突然突風が吹いているかのようにあなたは思うでしょう。ではラウンドが巡ります。再び窒息の抵抗が入ります。今回はコン10との対抗になります。さっきよりも 5% 成功するだけです。ってことは55かしらね。そうですね、くるみちゃんが55で、さかなくんは70ですね。はい、負けないわよ、ダメね。くるみちゃんは気絶。さかなくんも気絶しました。致命的失敗。戦闘終了です。あら、これ負けイベね。あら、はい。ではあなたたち2人は、まあ直に体を打つ雨の冷たさで起きることでしょう。おー、くさい。あー寒。あら、あ、ロシちゃん、ロシちゃんは、あれどうなったんだっけ。はい、ロシを探しますと、先ほどまで行ったところから数メートル先でぶっ倒れてるのが見つかります。あ、ロシちゃん、あ、ロシちゃん、ロシちゃん、あ、大丈夫。あ、寒いです。寒いわよね。はい、その様子は、まあそうですね、先ほどまであなたたちと共にいたロシュのものと同じようなものに思えるでしょう。よかった、なんで私、あれ、なんで私外で寝て、ってかなんかお二人ともすごいドロドロですけど。いやー、ほんともう私転んじゃって。あ、そうなんですね。あー、ナッツちゃんがひどいことになってます。そうなのよ、だからちょっとお家も
あれね、喫茶店帰ったら洗うわね。何も覚えてないんだね、ロシちゃん。え、何、もしかして、あ、私何かしましたか。とりあえず戻ろう喫茶店。そうね、覚えてないならいいのよ、とりあえず温まりましょう。そうだよそうだよそうだよ。そうですね、なんかこうちょっとシュンとしたような感じで、うん、喫茶店へと向かうことでしょう。ウオちゃんにとりあえず目配せして、うんって、アイコンタクト、うんってします。はい、ではあなたたちは喫茶店にやってきました。いや、全員水だらけの泥だらけです。うん、まずお風呂入ってみましょうか。ああ、そうですね。先にロシちゃん入ってらっしゃい。ああ、そうです。いいんですか。いいわよ。私はその間ちょっと、うん、あの手とか綺麗にして下準備しとくから、うん、料理の。ああ、わかりました。じゃあお先に失礼しますね。え、ウオちゃん一応見張っててくれる？ああ、うん。入り口、入り口、入り口で。もうまた気失ったらダメだから。そうね。ああ、なるほどね。ガタンって音にすぐ対応できるよね。なるほどね。うん、僕入っちゃいけない。あ、そうそう。誰も入れないか。ね、一瞬くるみちゃん一緒にどうですかって言いかけて、口の先まで出かけたよ。いや、私は別にいいんだけどね、一緒に入っても。ただちょっとロシちゃんが逆にあのよそよそしくなられちゃ困るからね、私の美しい肉体を見て。ロシなら大丈夫な気がするけど、まあいいか。はい、じゃあロシはまあシャワー浴びてることでしょう。うん、ウオちゃん、さっきのどう思う？なんか、あ、僕風が吹いてる時よく見たんだけど、ええ、突然風が発生してるような感じで、うん、あれはロシュちゃんが操ってたのか何だったんだろう。あの時のロシュちゃんはまるでロシュちゃんじゃないみたいだったわ。そうだよね、うん、目の色もなんだか雰囲気も別人みたいだったし、うん、僕たちのこと分かってないみたいだったよね。そうね、うん、身なりが鳴って、ええ、突然様子が変わったよね。そうね、頭が痛いって言い出して、うん、もしかしたら何か関係あるのかもしれないね。うん、これはまあみんなが戻ってきたら、そしてロシちゃんが眠りについたらみんなに教えましょうかね。うんうん、そうですね、うん、ではそうですね、お風呂上がりましたって感じで、じゃあロシは出てくることでしょう。あら、おかえり、うん、ただいま、といったあたりでまあ3人も帰ってくるでしょうね。ちょっとまあ階段往復してたぐらいだったんで、時間的にはそんなにかかってないでしょう。はい、こね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 、うん、では3人が帰ってくると、なんかやけに泥だらけ、擦り傷だらけの2人が姿があります。何してたん。ああまあいろいろあったのよ、ちょっとその辺で転んじゃったの。ひどい怪我じゃない。してたんか。ちょっとね、あの組、あ、なんだろう、プロレスを、あ、さかなくん、くるみさん、プロレス、そう、ロシちゃんにね、披露してたんだよね。そうね。え、そうな、え、私見てませんけど。あ、そうだった。なんか、わかったわかった、オッケー、何も言わんでオッケー、ちょっと手当てしないとって言って、応急処置振っていいですか。お願いできる。2人1人ずつ振りたいんで、まず、くるみちゃんは2回振れますね、2回転んだんで。あ、了解です。じゃあまずくるみちゃんに2回いきます。はい、1回目、これ先応急手って2回振っていいですか。はい、いいですよ。じゃあ1回目、ああ、ね、じゃあ 1D3 点回復ですね。はい、じゃあちょっと 1D3、 はい、3、ありがとう。はい、1、この1D3 ダイス3しか出なくないか。確かに、確かに、いつ転ぶ気しないし。ダメージも3だったかな。そうね、3、3って減ってるから1転びになったわ。で、さかなクンにも振ります。はい、ありがとうございます。
成功するから大丈夫かな。よし、オッケー。これじゃないのよ。からの。うまいよな。はい。に。おいしい。私自分で自分に応急手当て振れないかしら。あ、振れますよ。初期値だけど。はい、どうぞ。2あげる。初期値っていくらだったかしら。30% とは違う。30かな。30ね。うん。もう全然成功しないんだから、こういう時くらい成功しなさいよ。あ、やったわ。おお。いい。すごい。じゃあ 1D3 回復しますね。はい。さすがお姉は強い。1! 1! 言葉。1って言うんじゃないわよ。3って言いなさいよ、あんた。音声認識機能。音声認識。まあでもいいわ。だいぶ回復できたから。うんうん。あ、3人の方はなんか用事終わったんですか？いやー、走ってきたな。うん。結局、何にも見つからなかったかな、うん、あら、そうなの。惜しいもんは得られんかったかな。うんですね。あ、そうだ、椿さん、なんかこう大きいたらいとかありますか？たらい、たらい、うん、あるかしら。ちょっとナッチちゃんをお風呂に入れないといけないので。そうなの、私転んじゃった時ドロドロにしちゃって。え、あ、本当だ。え、ちょっと待ってねって言って奥からたらいというか桶みたいなの持ってきます。はい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 、これって入るかしら。バケツの方がいい？ありがとうございます。あとはちょっと頑張ってみます。はい。あ、椿さん、バケツ置いといてください。僕自分で自分のマスク洗うんで。鼻水まみれの上がネバネバするし。はい、じゃあこれバケツで、あとこっちは乾かしといた一つ目のマスクね。あ、ありがとうございます。ついたやつ。あと椿ちゃん、あとハンバーグ焼くだけにしといたから、私お風呂入ってきてもいいかしら。ちょっとね、あのさすがに泥だらけだからね、うん、じゃあちょっと待ってね、お風呂用意、あ、もうしてくれてるのかしら。そうよ、大丈夫よ、もう入れるわ。あ、じゃあ行ってらっしゃい。大丈夫よ、ありがとう。みんなも順番に入ってね。あ、でもそうですね、まずは事務所にもあるのかしら。なんて、事務所の方にもあるのか、うん、事務所にもあるから。うんうんうん、おう、じゃあ渡辺くんとさかなくんも探偵事務所の方で、うん、ああ、そうですね、やっぱ、はい、お借りします。ね、くるみさん、くるみちゃんとは分けた方がいいですね。やだ、一緒に入ってもいいのよ。いや、やっぱ緊張しちゃうんで。体が大きいからね。うん、そうね、一人が精一杯かしらね。じゃあお借りします。お借りします。お店の隅っこでこうナッツちゃんを頑張って洗ってます。ありがとう、ロシちゃん。私も上がったら手伝うからね。よいしょ、よいしょ。かわいい。ガバガバガバ。シャワシャワ。頭の人形って水洗いして大丈夫なんかな。うん。大丈夫。カチカチになりそうだけど。そう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 。足の上になんかこう形ちょっと変わりそう。柔軟剤。そう、柔軟剤でふわふわに。はい、そんな感じですね。ほかほかおねになって出てきます。はい、ふう、さっぱりした。よいしょ。さっぱりしてかぶるんや。まあ、これがないとちょっと僕、うん、ああ、落ち着かんのな。そう。髪乾かした？ちゃんと。乾かしてないから、こっちにしとくか。臭くなっちゃうわ。そうね、蒸れて臭くなっちゃうわね。夜の間だけ。よし、じゃあ僕も上がったから。あ、まだタオル少ないと。スキンケアと筋トレとスキンケアといろいろやっておきます。おのおの。日本はくるみちゃんがハンバーグを作ってくれるらしいので、私は人参を型抜きする予定なんです。そうよ、あ、いいね。さあ、ハートとかしてお魚作るんですよ。輪切りにしたから、じゃあ一緒に切りましょうか。あ、私も手伝うわ。ではキッチンに行きます。キッチンカウンター。肩をよいしょよいしょってこう肩を押し込んでますね。おお。ジュージュー。いい匂いしそうだな。くるみちゃん特製ハンバーグだからね。よかったら野菜。言ったら結構でかそうだよな。そうよ。なんか私の手のひらサイズよって言いそうや。でかそう。めっちゃでかそう。
じゃあ結構大きいハンバーグが人数分と、あ、添え物の人参型抜きして茹でたやつと、うん、あと旗が刺さってますね多分。そう、旗を刺してはいどうぞ。お、私の手のひらサイズよ。お子様とは、お子様サイズか。私の手2つぐらい分ぐらいありそうですけど、いや、熱いな。この手で作るハンバーグこそもう最高の味が出るのよ。食べてみて、まあ、うん、大きい方が食べ応えありますよね。そうそう、もくもく、なんかちょっと砂の味するな。いや、ちゃんと洗ったわよ。ちゃんとお風呂入ってからちゃんとコネコネし直したから大丈夫よ。いや、なんか入る前にこねてたよ。あ、それはそうなんだけど、だからちゃんとキッチンに入る前に手洗ったわよ、大丈夫よ。でもなんかあれ、なんかジャリッとしたよな、気のせいか。夏目ちゃんにはちょっと入れといたかもしれないわ。ごちそうさまトッピングトッピング砂濃い、濃い、ね、でも美味しいですよ。よかった。焼き加減絶妙ですわ、もぐもぐ。この人参なんてすごいセンスのいい形してるしね。私が抜きました。そう、ロシちゃんが頑張って抜いてくれたのよ。これは何か、マージかな、タイか、マージ。そうですね、隣にお星様もあるし、多分魚座ですね。あ、魚座だいいわね。なるほど、星座だったね。星座だな。みたいな感じの和気あいあいとしたトークを。はい、ロシちゃんに話したいこととかがなければ、多分ロシちゃんはそろそろ寝落ちします。電源が切れます。せやー。なんか話しておきたいこととかありますか？ちょっと最後に、そう、ロシちゃん。うん。あ、はい。今日の帰り道のことを、本当にあんまり覚えてないの？多分ですけど、私がご迷惑をかけたんじゃないかなって。ご迷惑、なんか心当たり、そんな風な雰囲気というか場の空気的にそんな感じなのかなって思ったんですけど。いやいやいや、全員だって倒れてたじゃない、ほら。だだそうですね、急に頭が痛くなって、うん、で気づいたら倒れてて、うん、みんな心配しちゃったわよ。あ、そうですね、ごめんなさい。いいのいいの、よしよし。急に倒れたの、なんかあれかい、でっかい音でも聞いたのかい、ケタケタって笑いながら冗談交じりで聞いています。聞いたような気もします。なんだかな、なんかなんでしょう、花火みたいな、太鼓みたいな。うん、そうだね、雷が落ちた ね、 そうですね、雷の音ですかね。あ、雷か。今までもこういうことがあった心当たりはないのかな。そうですね、雷は初めて聞きましたね。あ、雷も初めて聞いたの、ね、あ、いや別に何でしょう、聞いたことはあるんですけど、なんて言えばいいんでしょう、ここで最近は初めてというか、この台風が起きてから初めて。あ、うんうん、ああ、まあそっか、びっくりしちゃったんだね。うん、そうね、うん。いっぱい歩き回って疲れちゃったのもあるだろうから、うん、ゆっくり休んで。ね、しゃあないしゃあない。そうですね。実はもうなんか結構眠くなってまして。うん、早く寝なさい。なんか運動してお風呂入ってご飯食べたら眠くなってきました。あ、いいことじゃない。ゲームもいっぱいしたしね。ね。そうですね。うん、じゃあちょっと私もう、じゃあ今日はこれで寝ますね。うん、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。またマリカーやろうね。まあそうですね。次は私が勝ちますからね。お、上等だ。いつでもかかってきなさい、太鼓の達人。じゃあロシちゃんはフラフラフラーっと昨日寝てた部屋の方に行きますかね。ちなみにパジャマとか用意してますか。あ、お、どうなんですか、椿さん。パジャマですか、はい、そうですね、じゃあモコモコのあのうさ耳のついたいいわね、ちゃっかりと用意しておきました。はい、じゃあちゃっかりと枕元に用意しちゃったんで、それにこうもぞもぞ着替えて、全身うさぎ着ぐるみ状態でつやーってしてますね。あ、待て、
こっそりドンキで買ったんだろうな。ハハ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 ハ。その帰り道に突然大きな雷の音が鳴ってね、うん、そしたらロシちゃん急に頭が痛いって言ってうずくまっちゃって、その意識を失ったのよ。意識を、ええ、何なんだけどすぐにパッて目が覚めたと思ったら、なんか全然もうロシちゃんじゃない別人みたいな感じですくって立ち上がって、なんか無表情のままどっかに行こうとしたから、あの引き止めようとしたら、ははロシちゃんのどこからか分かんないけど、こう、うんうん、いきなり風がブワッて、風がブワ、そうなの、風がブワ、なんかまるでロシちゃんに触らせないようにしてるみたいな風だったわ。確かにバリアみたいな感じか。そうね、その突風で私たち飛ばされて、それですっ転んでドロドロになったってわけ。あ、そうだったんですね。てっきりなんかレスリングみたいなのしてたんかと思ったけど、そうじゃないんですね。 あの場ではそうするしかなかったけど、にそうね。よかったよかった。さすがにレスリングするならちゃんと部屋でやるわよ。いやそれはあれ嫌だったかしら。あれレスリングよ。まあちょっと僕はわからない世界だけど。そうやね、普通にレスリング。おかしいわ。まあそのまあそれロシちゃんの、うん、ロシちゃんの様子が、そのさっき見てた探偵さんが持ってる写真の様子に似ている感じだったんですよね。そうね、あそうだわ、この目の色もこんな色になってたわよ。はい、私髪の毛も結構もう風でこう、そうね、逆立ってる感じになってたわね。彼女から風が出てたっていうことで間違いないのか、まあ、そういう風に風の発生源が彼女、あ、まあ信じられないですけど、そうなのよ、もうそのような風に見えたんですよ。私も一応そのどっかに行くの止めようと思って組みついたんだけどね、一回、うんうん、でももうそれも風で飛ばされちゃって、私2回も転んじゃったのよ。もうくるみちゃんが飛ばされるレベルの強風だったってことですよ。そうなのよ、やべえな、うん、こんなに、そうだから、うん、でもその時の記憶がロシちゃんにはないみたいなの、うん、記憶がない、ええ、そうですね、人格が入れ替わってるみたいな、二重人格ってことかい。そうね、でそのきっかけ、人格なのかどうかもわからない、なんかこっちを認識してるのか、そうね、もうわからなかったですよね。うん、髪の色が違うってそれだけでも異常なことよね。そうですね、なんか、うん、雷が鳴った途端っていうとこう様子がおかしくなる、こう電波障害みたいな感じがロシちゃんに起きたみたいな感じがしちゃうのよね。まあ、人間いやおかしいわよ、そのもちろん例えはおかしいんだけど、うん、そうまるでタイミングがそんな感じでおかしくなっちゃったって感じだったのよ。まあでも確かにそういう風には見えたかな、なんか、うん、故障してるみたいな、うん、雷だから音の他にも光っていう可能性ももしかしたらあるかな、うん、あるべ、でもちょっと遠いところで雷があったような、うん、あでも、まあ、光ったかどうかはちょっと、そうね、音でもそっか、遠かったからその程度で済んだって可能性もあるわよね。うん、うん、そうなんでしょう、うん、まあロシアのことはそんな感じですよね。うん、私たちはこんな感じだったけど、うん、3人はどうだったの。うん、そうですね、まあ、あの先に行ったんですけれども、うん、あの先扉の先に
これ内緒の話なんやけれども、ロシちゃんに内緒の話なんやけど、はい、多分なんか柏教授っぽい人おった。あら、本当ですか？ほんまに？いや、あなた見たでしょ？多分もう寝てるんじゃん、ロシちゃん。ロシちゃん大丈夫かな、起きないようにコソコソ話しに行くか。あ、なんか寝言ベタな寝言を言うてるわでも、それで、まあ、甘いものはベタだらかもです。なんかめっちゃ喋ってる。教えるのか寝てるのかわからん。ああ、まあそれで扉があって、その扉、その鍵かかってた扉がある言ってたけれども、その先に多分柏さんっぽい人おったねんな。あら、やっぱり。でも会えなかったの？ああ、あのなんかこう多分ショットガンかなんか持ってたんやと思うんやけれども、ショットガンのコッキング音みたいなんで、なんか部屋の向こうで待ち構えてた感じ。コッキング音？あ、なんかあのカシュッカシュッみたいな。ああ、なるほど。あのバーンカシュッカシュッバーンカシュッカシュッみたいなショットガンの、あ、なんかリロードするみたいな感じかしら。そう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 。あ、そう、それが聞こえたから、多分なんか相当警戒してるんやな思って、うんうん、あのいろいろこっちからもアプローチかけたんやけれども、あのあなたの日記見たからここ来ましたでみたいな感じで言うたんやけれども、なんかあの結局信用してもらえんくて、ずっとだんまり決め込んでたっていう。あら、だんまり決め込まれたって感じかな。じゃあ今そこに行っても、まあまだ信じてもらえないって感じなのかしらね。そうかなって僕は思う。うん、こっちから提供する情報が足りん感じましたな。うん、なるほど。せやから、あのニートン化学工業みたいな、うんうん、あそこ行ったらなんか分かるんかなっていう。あの人もあそこ行ってからなんかおかしなったっていう感じやったろうから、日記見た際、うんうん、まあ、そうね、そう、知りすぎたって書いてますから。そうそうそう。せやからな、その工業に行ったとして、2つ私気になってるんだけど、うん、2つはマシちゃんを連れてっていいのかどうかということ、うんうんうん、でもう1つはそのおかしくなったってことだけど、あそこ自体は一般的にオープンされているじゃない、うんうん、一般的に入れるところにおかしなところがあるとは思えないの。確かにそうよね、見学できる範囲内にはなさそうよね。だからこう探索というか、ちょっと調べたり、それこそ柏田教授が気になった場所っていうのを重点的に押さえなきゃいけないのかなって。それこそ地下3階4階とか、忍び込む可能性も、うんうん、あ、確かにそうやもんね、うん、じゃないとみんなおかしくなって出てくることになっちゃうわ。そうね、うん、ロシちゃん、今のロシちゃん連れてくのは割と危険な気はするわね。せやな、その話聞いた後やと余計な。うん、まあこっちはとりあえずそんな感じやったかな、うん、そっか。どう、じゃああれか、明日は大気班と見学肉班で分かれた方がいい感じかな。そうね、ロシちゃんなりますかね。大勢でゾロゾロ見学に行くのもね、うん、そうね、まあ、うん、ロシちゃんが言うことを聞いてくれればの話よねそうですね、それでよければ。まあ柏田さんのことは正直言わん方がええんかなっていう気はする、うん、そうね、行きたがっちゃうわね。行くって言いそうですよね。そうそう、行って柏教授来ましたバーンって扉開けたらそのままバーンっていう可能性やってあるしカフェでクリスマスパーティーって体でマシちゃんをここに置いて、あ、うんうんうん、あ、で見学に引く人はちょっとお仕事を行かなきゃいけないからって言って、でどうかしら。そうやな、まあ、買い出しとかいろいろ理由はつけてそうやし、うんうんうん、それに妙案。まあでもあの子なんか言い出したら機関棒な気もすんねんな、まあちょっとそれは明日、うん、もしダメだったらもう全員でマシちゃんをうまく
をコントロールしながら行くしかないけれど、そうね、それか、それか全員でいや行くとかかな。そうですね、ロスちゃんが行くって言ったらみんなで行くしかないわね、多分いいかもですね。なんか行くって言い出すこともちょっと理由があるような気もするし、うん、ここはまだ隠してることも多そうだから、うん、連れて行かないとわからないこともありそうだし、うん、そうね、うん、まあ明日はやっぱりその化学工業に みんなで行くか、うん、ロシちゃんをこっちに置いていくかの二択ね。そうね、うん、もし、うんうん、ピちゃん置いていく場合はさすがに今回私は残った方がいいかしらね。そうね、うんうん、うん、お願いします。方は、では全員就寝するという形でよろしいですかね。ちょっとじゃあ寝る前に、はい、あのこっそりクレーンゲームで撮ってたちっちゃいクマさんをロシちゃんの枕元に置いておきます。ああサンタさんだ、サンタさん、サンタさんだ。明日25日の朝だからな。そうよ、やりよる、このこのおねやりよる。じゃあ夏目もあのドンキで買った練り消しをいらねえ。いらない。めっちゃ可愛いやつね、多分ね。じゃあ可愛い。何なの。じゃあダンも持ってたチョコレートを。チョコレートを。ポケットに入れてて汚れてなくてよかった。養生テープ。あの、ま、窓を補強するためのテープ。補強。桃の香りのんで力士置いておきます。あ、養生テープでお魚作って置いてあげなさいよ。あ、養生テープでテープアート作って。そうそう、魚のテープアート置いておきます。養生テープでいけるか。まあいいけど。じゃあもう椿は全部つけよ。自分の部屋にあった予備のアプリコットのの口紅をポイッと。あ、化粧品です、ね、何人いるんだよ。やだ、みんな、もう私に習ってみんなサンタさんになっちゃったわ。クリミちゃんだけずるいかよって言って。そうですよ。サンタさん、俺たちがサンタさんだ。5人もサンタさんがいる。ロシちゃんサンタさんだ。幸せね。じゃあ寝ましょうか。はい、そうですね。寝る前に木星って見れますか。木星、あ、木星じゃなくて土星か。あ、今は台風の目には入ってなさそうです。あ、はい、うん、雨が。確かにあれから見てない。そうね、うんうん、では就寝しますか。はい、はい、寝ます。いやいや、では全員すやーしたところで、マジ顔に合わず、いびきが。はい、え、全員聞き耳の半分どうぞ。半分、半分、半分、寝てるからか。寝てるからか。半分。え、スラッシュ、スラッシュ2。バイ。ダメね。せやせや、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 せやせや。ごしょやる。これが運命力よ。じゃあ渡辺だけは気がつきますね。外から雨の音がしなくなった。寝てんじゃねえか。ああ夢か。あ、なんか音せえへんな。なんやろ。あ、雨止んでるやん。あれ、夏美ちゃん、それ以上ロシちゃんの写真撮るのやめなさいよ。ちょっと違う書いてろ、お前。おい、起きろ、起きろ、おい。近くで似てるか、そもそも。いや、寝言よ、寝言。うん、寝言よ。事務所側で寝てるのはこの3人じゃないかな。そうだな、近くで言って。なんか聞こえてくるやろな、爆音で。爆音から。やめなさいよ。うるせえ、勝手にいる。いや、椿とロシを切るやろ。うるせえ。じゃあちょっと怖いのね、夏目くんとさかなくんも起こします。はい、勘弁。ちょっと夏目さん、もう寝られないよ。いや、お前ベタやな、おい。いや、でも産地低いって起こしていい。何ですか、寮にでも出かけるんですか。いい、まあまあまあ、朝釣りもええな。そんなこと言うてる場合ちゃうねん。ほれ、なんか外見てみ、なんか、あれや、あ、雨やんでる。そう、やんでるね。ってことは、台風、また台風、ま、のなんかそのあれまた見るか、また来たんか、あかもしれへん。うん、
でもさ、俺見るの怖いからさ、君ら見てくれへん。3回目。じゃあちょっと見てみるか。あ、そっか、3回目か。3回目。他のなきさんとくるみちゃんも起こしてもいいですか。いいですけど、その間に台風の目が去っても俺は知らない。あー、何つや。どうしよう、行こう3人で。はい、行きましょう。はい、はい、ではあなたたちが外へ出ると、いやもう想像通りの光景が、うわー、はい、いろいろ。3回目の人は3チェックいらない。2回目の人は3チェックいる。2回目の人、はい、自分ですかね、はい、じゃあどうぞ。さかなちゃん、そうですよね、2回目ですよね、うん、では3チェック。あ、よかった。 1D3、 1D3、 3しか出ないことで有名の 1D3。 あ、すごい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 。じゃあ空には変わらず、見覚えのある球体が浮かんでいます。この大きさはかなり大きくなってきてるような気がする。さあ、あなたたちは、全員3チェック成功しているのと、そもそも必要ない人たちなので、好きなアクションを行うことができます。うん、何かやりたいことはありますか。まずは、うん、五円玉を、おそらく距離が五円玉を、うん、書かれてるであろう数字を見るのと、五、うん、円玉でその大きさの距離を測ってみようと思います。うん、はいはいはい。夏目ってその距離の数字見たことありましたっけ？あ、ありますあります。なるほど。斜め星不要でわかるでしょう。書いてあるのが、待ってね。今どこだ？今は、ここか。ここだから、107.5800km。いや、近づいてんな。うん。です。ごめんなさい、測ってみても、まあ、大体同じぐらいかなって感じ。うん、うん、うん。変わらずね。なんか最後に見てからめっちゃ近づいてる。うん。え、こんな近づいて大丈夫なんですか。そうですね。これまで言うと大体 4.6 センチくらい。はあ。何ができるんでしたっけ。好きなことができます。あ、好きなこと。女性を見ながら踊るでも、女性か。あー、図書館で女性について調べてもよかったな。あ、女性、あ、女性、天文学で女性とか触れないのかな。何を知りたいんですか。おー、何をし、女性の特徴についてとか。どういうことを知りたいんですか。そうだよな、そうなんだよな。俺は何を教えればいいんだ。具体的な、そう、何かっていうのが、うん、うん、まあないならないでも構いませんよ。このまま台風の目はどっかさーっと流れていきます。カッシーにはでも木星だもんな。あれ22の数字とか、22の数字なんかでも変わってない気もするんだよな。変わらん気はするけど、一応アクションできるし、一応そうだね、一応じゃあ、はい、22の数字について、見たことありましたっけ、渡辺さんが。見たことがないですね。直接ないのか。私は必要ですね。わあ。どこら辺に書いてるかわかんないので。みんなからの情報共有と双眼鏡を使って目星の値を上げることってできますか。なるほど。双眼鏡持ってますか。はい。20倍率の。いいですよ。はい。では、双眼鏡でどうせ見るということでよろしいですね。はい。ではですね、渡辺が懐から双眼鏡を取り出しまして。土星に浮いてる数字を見ようと、双眼鏡を覗きますと、
こには、満天の星空が広がっています。もう一度土星の方向に確実に向かった状態で双眼鏡の中を覗きます。はい、いや綺麗な星空が広がってますね。12月ですからね。土星の姿など1ミリも見えません。まあもちろん本来土星がある場所を見ればまあ土星は見つかると思いますけど、肉眼では見えて双眼鏡では見えない。あ、見える、あ、見えない、双眼鏡では見えない。私の天体望遠鏡、私の天体持ってるんだよな。寝てる人がなんか言ってる。くるみちゃんの天体望遠鏡をぶんどって。そんな時間はない。あ、ないんだ。あの携帯のカメラって使えますか？なるほど。携帯を取り出して、カメラモードで見ますか？見てみてもいいですか？では、さかなクンが携帯を取り出し、まあいいか、まあ、すぐにカメラモード起動するよな。カメラモードを起動して土星を映すと、そのモニターには土星は映らない。ああ、それどころかあなたの持ってるスマホが突然高熱を帯び始める。数秒後には煙が上がり壊れてしまうことだろう。ああ、スマホだ。シューってスマホからなんかえらい煙が出ます。ああ、はい、そんなことをしている間に台風の目は立っていきました。ああ、見えない、なるほど。物理学で、はい、天体望遠鏡のその構造について再確認したいです、うん。まあ安定も必要なく分かるでしょ。凸レンズ2つで拡大してみる、まあ一般的な双眼鏡じゃないですかね。ああ、こちらのものを使ってなければそうだと思いますけど、うん、肉眼では見えて、おお、じゃあ、ね、スマホも写真機能にした瞬間は映ってなかったってことですよね。そうですね、写真機能フィルター、スマホのカメラ越しに見た感じは土星は映ってなかった、うんうん、だからすぐに熱を帯び始めてしまいには煙を吹き始めましたね。壊れてしまったと。そうですね、こちらは電子工学とかでなんかわかるかもしれませんが、うん、電子工学からなんか持ってないよね。うわぁ、ロッキチしかない。 1% ですね。機械修理、あ、機械修理、修理ではないな。ああ、電気修理があるならばまあ許すけど、うわ持ってないな。銃で振ってます。はい、どうぞ。いいよ、足場に。はい、魔法なかった、どうしようもねえってなりました。電気修理、電気修理って初期値10でしたっけ？どうだっけ、じゃないですかね、多分。自分もました、自分もじゃあ電気修理10で、あ、あ、振ります。まあ、いいよ、振ります。どうぞ。ダイスの女神を俺に微笑め、いけ。ダメでした。じゃあこのスマホは直んねえなってなりました。まあまた新しいの買います。あ、これおじゃんやな。しかしこれ、なんで煙出たんやろ。やっぱりやで、変なことばっかり起きますね。謎やな。光が逆に流入してきたんか。いや、それやったらわしの目もな取れるしな。はい、とりあえず雨ザーザーですけど、屋内に戻りますか。ああ、戻りましょう。うん、はーい、探偵事務所へ。じゃああなたたちは探偵事務所へと戻っていきます。どうします、今日はこんで一回寝ます。なるほど。天体望遠鏡というか双眼鏡とかで何も起きんかっただけど、機械は壊れたってことやもんな。そう、うんうんうん、ですね、機械は壊れたし、まあ、しかもスマホ画面にも映らなければ双眼鏡でも見えない、うんうん、謎の土星。マジで謎やな。うん、うん、
でも人には見えてるのは確か、謎の圏外と。そうですね、テレビもあれ以外、あれ以来映らんしな。あ、そうですね、テレビも機械、あ、てかスマホとテレビがおかしいくなる。まあ考えたって今はようわからんわ。そうです、ね、明日に備えて寝るか。せやな。はい、ではあなたたちは就寝し、翌朝になります。といったところでちょっと一旦休憩挟みましょうか。お疲れ様。はい、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。わお、もう23時だ。あら、早いわね。やってる、やってる。全然まだまだできそうで怖い。本当だ、確かにやってみたら全然早っ。いや、まだまだ元気よ。元気よ。うん。マジか。どういうこと。ロシちゃん。ロシ。機械は壊れるんでしょ。ロシちゃんも機械、人体実験で機械植え付けられてたりするんじゃないの。機械だったらでもあれ見たら、あの、壊れるじゃない。あ、確かにそうね。だから機械ではない。可能性がある。じゃあ何なのかしら。だから、まあ、何に影響されて、クトゥルフ的な生物なんかなってどうしても思っちゃうけどな。生物、そうだよね。でもあれ、ロシちゃんに神様がいるって言ってたから、そっちの神様が神話生物なのかと思ってたわ。神様降霊させてるとか。まあ、いや、あとでクトゥルフ要素出てきましたね。確かに。そうだ、これクトゥルフなんだよな。クトゥルフですよ。言われてみれば。何だと思ってたんだ。いや、やっぱなんとか教授に後編には入りそうな。ああ、よかった。ああ、よかった。でもまだ。まだ入ってないけど。もうちょっとあれ。もうちょっとで入る。どう思う？いや、じっくりロールプレイやっちゃってるからね。ああ、全然 OK。楽しいわ。やらないとね、せっかくだからね。ねえ。ロシちゃんと仲良くしないとね。もう仲良くしまくってるわよ。いや、怖い怖い。もう嫌なのよ、私。ちょっとこれからの未来がもう怖くて。やばい。わかる。2回目でもわかるヤバさが感じる、今。私もう。何がただの可愛い女の子じゃないですか。何言ってるんですか。もうティッシュは隣に常備してありますので。早い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 。確かにまだ1日目のまあ展開次第によってはいらないから、ティッシュ。あ、本当。展開によってはいるから。いや、展開によってはいる方に行きたいわ、私。確かにここまでって持ってきてたら、てかやっぱり目の色関係あったんかよね。そうですね。しかも一回話しといてよかった感ね。えってましたね。もうすぐ反応できたもんだって。あ、目の色がってね。ね、なんか見た時に、そう、休憩時間にふと写真見て、よく気づきました。え、違うくないって。なんか髪型も結構あれですね、なんか風感じてる。て、そうですね、威嚇した猫みたいな。かわいい。ドハツ点を貫くみたいな。ドハツ点をしていわくみたいな。いやー、でも俺黄色めのちょっとなんかムスッとしたロシちゃんも好きだよ俺。うん、いい。赤めのニコッとしてるのもね、いいけど。金目のこうムスッとしてるのも好きよ俺。いいですね、この感じ。でも、いや、個人的に赤目の方が。私も。あら、王道ですね。これ分かれそうですよね。ね、目の色でちょっと赤の方が好きなんで。私も。お待たせしました。金髪赤目はね、それはね、需要ありますよね。そうよ、ね。間違いないわよね。僕どっちにも踏まれたい。何の話？ロシちゃんどっちのモードも可愛いよねって話。ああ、そうですね。踏まれたいってこと？どっちも踏まれたい。これは無能さん。これは一人だけだけど。何？どういうことだってわよ。こっちのせいですよ。知らんわ。